東北海道貸し切りバス事業共同組合とは、北海道の道東地区のバス事業者10社による観光バス手配などのための事業共同組合である。組合の通称として、東北海道観光バス手配センターの名称がある。1970年4月1日、共同配社による観光バスの効率的な運行を目的に12社が加盟し発足。 廃車可能な事業区域は、釧路、北見、帯広、札幌の各運輸出局管内。根室交通を除くすべての加盟事業者が、組合で共通のデザインの車両を観光バス用車両として保有している。色は白地に赤と青の帯が入り、帯の中にバスセンターの文字が入るもので、通称バスセンターカラーと呼ばれる。近年は、 バスセンターカラーのみを採用する事業者はなく、独自カラーと並行して導入する事業者や、独自カラーのみ導入する事業者など、事業者間で対応が異なっている。バスセンターカラーにオリジナルのアレンジを加える事業者も見られる。路線バス車両にもデザインを採用する事業者もあり、バスセンター部分の塗りつぶしや別の文字へ置き換え、帯の色違いなど様々である。 観光バス車両を路線バス用に転用する際も同様である。ABC に東北海道観光バス、手配センターバスセンター、インターネットアーカイブ2011年9月14日、閲覧。ありがとうございます。